皆さんこんにちは、インスパイのこたです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、 Google マップの話をいつも最近よくしておりますが、 Google マップがあるということは Yahoo マップがあるわけですね。まあ、日本においてはマップのシェアっていうのは Google、 そして Yahoo マップ、さらには、アップルのマップ。まあ、この3つあると思われますが、今日はですね、その、ヤフーマップの中で、自分のお店がヒットして、そして上位表示する方法ってことについて、お話をしたいと思います。まあ、ヤフーマップについては、そんなにね、たくさん、語ることはないんですけど、結構重要な話があって、その話からまずしていきたいと思います。まずね、どんなものか、せっかくなんで見ていきましょう。こちらからご覧ください。はい、実際に検索してみましょう。例えば、ここの検索、Yahoo の検索窓で、当然 Google じゃなくてね、Yahoo で検索する人もいるわけですね。新潟ラーメンとかっていうふうに検索します。そうすると検索結果が出てくるんですが、ここのとこに、このような形で出てくる、この地図ですね。このような形で、Yahoo ロコというのが出てくるんですけど、そしてここにマップが少しだけ出ていて、このマップのところをポチッと押すと、こういうふうに地図が出てくるというものですね。まあ、Google は最初が地図まで出てますが、Yahoo はちょっと控えめにですね、少しだけ地図が出てるみたいな感じになっています。ここに自分のお店を出すためには、Yahoo ロコというサービスに登録されていなければいけないわけです。では、登録されるにはどうしたらいいかって話なんだけど、ここで重要なことがあります。なんとですね、こちらをご覧ください。Yahoo マップに表示の Yahoo ロコは新規登録の受付がないということです。つまりですね、現在、自分のお店が Yahoo ロコに登録されていない方は、Yahoo マップを使った集客ができないっていうことなんですね。で、今のところ、ここに、ヘルプに書かれているように、新規登録の受付がないんですよ。だからすでにある方はラッキーだと思っていただきたいんですけど、で、振り返ってみますとですね、こちらご覧いただきたいんですけど、2011年の5月の7日に、私がですね、Yahoo ロコが6月1日に開始しますということで、2011年ですよ、7年前に、書いています。さらには、実店舗誘導型の地域ビジネスは絶対に Yahoo ロコへ登録へって2011年6月4日に書いています。これから、7年経ってるわけなんですけど、これでされてなかった方っていうのは残念ですね。このブログ読んどけばよかったなと思うんです。そして、Yahoo ロコで独自ドメインホームページのカスタマイズしようとか、Yahoo ロコは検索で上位表示を開始とかっていうことについて4つ目記事をね、2011年ぐらいに書いてるんですが、それからパタッと書いていないんですけど、ここで登録されてる方、もしくは偶然登録されてる方はラッキーです。ということで、その方は最適化しましょうってことですね。登録している内容を編集することができます。ほとんどの人はこれ編集してないんですね。そのことについて今日はちょっと話していきたいと思うんですけど。はい。まずですね、皆さんの、Yahoo ロコを編集するためには、Yahoo ビジネスセンターっていうものにアクセスする必要があります。Yahoo ビジネスセンターでアクセスしていただくと、まずね、最初に、例えば、プロモーション広告、リスティング広告のやってる方は、ビジネスセンターに登録されてると思うんだけど、そうじゃない方は、ここにありますように、Yahoo ビジネス ID っていうのを取得しなきゃいけないですね。で、普通の Yahoo メールとか使っている ID じゃなくて、ビジネス ID っていうのが必要なんですよ。で、このビジネス ID を取得してください。取得すると、今ある Yahoo の普通の ID と連携することもできるんですけど、ビジネス ID が必要です。で、このアカウントにログインしていただくと、ここに Yahoo 地図っていうのが、このプロモーション広告の下に出てくると思うので、こちらの店舗編集ツールってとこに進みます。で、そうするとですね、自分のお店の名前が出てきますので、右のように行くと、このような編集画面に来ますので、編集してください。これがね、かなりわかりにくいです。Yahoo ロコからはいけませんので、Google みたいに、ビジネスオーナーの方へとかっていう誘導がないので、ここで出なかった方は結構ちょっと厄介かもしれません。まず、自分のアカウントの、この管理画面とね、オーナーの紐付けするっていうことができてない方は、ちょっと大変かもしれませんが、今日はちょっとその部分を置いときまして、本題の方に行きたいと思うんですけど、
では、編集していくっていう作業の方にちょっと移りたいと思うんですが、はい。ではですね、そこで見ていただきたいことということで、お話ししたいと思うんですが、こちらですね、こんな感じです。はい。見ましょう。はい。Yahoo 店舗編集ツールっていうのがありまして、こちら見ていきますと、まあ、こんな感じの情報があります。基本情報編集、紹介文、サービス紹介、写真、アクセス、商品ってありますので、まあもちろんこれ全部ね、入れるだけ入れた方がいいということなんですが、まず一つ目の、この基本情報編集っていうのがあります。こちらちょっと押していきますと、ここはまあ基本情報なんですが、これ一つ目、この会社名入れる場所、これね、ちょっと正式な、このような、多分ね、入れちゃいけないかもしれないんですけど、ここね、会社名入れてください。はい、そしてですね、まあ、これ一応審査通ってるんですけどね。で、ここ、ま、住所とか電話番号とか入れていくんですが、僕はちょっとこの、ここ出ないんですけど、一応こんなの入れときました。LINE アットの ID の入れときました。これ反映されてませんので、ここはま、今のところ関係ないです。で、重要なのはここです。この一番下のところですね、URL を書く場所があるんですけど、すでにお持ちのブログへのリンクを掲載する場合に URL を入力してくださいと。公式サイト情報はサービス紹介編集ページに入力してくださいとなるんですけど、ここのところにですね、リンク貼ると出てきます。ということで、ここにリンクを貼ってください。これ外部リンクに、一応ノーフォローで SEO 効果はないんですけど、このヤフーロックにアクセスした人に自分のホームページに誘導することができるので、必ずリンクを貼りましょう。そして続いて紹介文の方に行きます。紹介文の方に行きますと、ここの1行目、キャッチコピー60文字で書けるところがあるんですけど、ここなるべくキーワードとか入れながらですね、書いていただきたいんですが、ここはですね、ヤフーロコで検索した、結果に出ます。例えばですね、ここのヤフーロコのところで、新潟、IT コンサルタントと、例えばまあまあ検索した人がいたとしましょう。でこのように検索すると、検索結果のとこの、ここに出るやつです。ここ。ここに出る項目っていうのがあって、まずはこれタイトルですね。店舗名ですね。で、ここ、カテゴリー、ジャンルっていうのが出るんです。ここと、で、ここ、そしてこの右の写真。このあたりはすごい重要だと思いますので、ここですね。ここの部分でクリックするかどうか決まると思いますので、ここはキャッチコピーのところをちゃんと書きましょうということですね。はい。そしてですね、次に、サービス紹介の方に行きたいと思いますが、サービス紹介のところでは、結構入れる場所いっぱいあるんですよ。平均単価で入れる場所あるんだけど、基本的にここで出るのは、ここの備考かな？備考の部分が、Yahoo ロコの画面で出てくるんですが、ここ以外は出てこないんですよね。ここ以外では出てきません。ここが出てるのかなとき、ちょっとね、一応 URL のとこは全部 URL 入れといてください。で、こんな感じで設定しますと。サービスね。ここで特に重要なのは、ここね、備考。ここね、これが反映されますので、ここ入れといてください。はい。そして、続いてなんですが、写真。写真も結構重要です。写真は、全部で30枚かな、入れることができるんですけど、この写真1がさっきの検索結果に出てきますので、これ並び替えできます。一番いいなと思っているものをここに出すようにしてください。僕は一応これを出している、今いるんですけど、たくさんいられます。僕今のところ8枚入れてますが、全部で、30枚いられますので、できればフルで入れた方がいいと思います。僕もちょっと空いた時間に入れていきたいと思っています。はい、写真ね。そして、続いてアクセスです。アクセスは、まあ、いわゆる、まあ、大事ですね。これ、駐車場あるなし、これは反映されるのを入れていただきたいんですけど、ここは出ません。一応項目が入ってるんですけど、ここ出ます。ここ出るので、入れてください。こう地図のところに出ますので、ここの部分は重要です。で、ここは出ないな。こんな感じです。そしてですね、続いてなんですけど、商品。これは、一応項目はあって入れることできるんですが、検索結果とか、表示画面とかには反映されません。一応なんか僕、いつ反映されるかわからないので、商品情報を、いくつかこう入れといたんですけど、今のところこれが出る場所っていうのはないですね。
ないので出ません。まあでも入れといてください。いつ出るかわかんないんで。そして結構大事なのはここです。Yahoo ロコ内検索条件設定ってあるんですね。まあこれ書いてる通りで、検索の時に引っかかるように有利になるポイントなので、ここのとこは設定しておいた方がいいんですが、ここの中にですね、顔写真と、そしてここのとこにジャンルっていうのがあるんですよ。このジャンルっていうとこが、さっきのカテゴリーのとこで出ます。ので、ここをちゃんと、探して自分に合うものを選んで入れてください。そして結構重要なのがここです。店舗情報を反映するのに、更新反映を押さなきゃいけない。こんなの今時あるかなと思うんだけど、普通ね、保存すれば反映されるようなもんなんだけど、昔のなんかね、MT みたいな感じですけど、これわざわざ反映とさないと反映しないので、これ忘れないにね、保存だけしてるんでは、反映されませんから、ここを押しといてください。ということで、このような形でカスタマイズをここでしていただきたいんですけど、はい。そうするとですね、こんな感じになります。僕のページ見ていただきたいんですが、お店情報ですね。お店情報、一番左がデフォルトになっているので、ここのとこに写真が1枚出てきますと。これ横にこうスクロールするような形になってて、これも本当はもうちょっと綺麗に出るようにね、最適化した方がいいんですが、とりあえず今入れてます。これがね、難しくて、ここ横長なんだけど、この下に出るのは正方形出たりするので、ちょっと厄介なんですけどね。とりあえず入れてます。で、地図ですね。地図があって、ここのところに、電話番号と営業時間がかかるんだけど、これが多分デフォルトの設定だと、この利用カードからいいか、この下が多分ないのかな。この電話番号ぐらいまで、営業時間ぐらいまでしかないので、ここの部分が足せますから、入れといてください。で、ここね、重要なのはここ、URL でやる、ここ、絶対、こうリンクが出るようにしてください。そしてここね、自分の店の説明、そして駐車場の説明なんか、この辺なんかも結構大事かなと思いますので入れといてください。で、この店舗の関係者の方へとか、情報訂正のとかってあるんだけど、これ、提供元表示すると、こう Yahoo Japan でなるんだけど、Yahoo じゃなくて自分が提供元になれますので、Yahoo ロから、引用してるっていう意味ですね。で、この店舗の関係者の方へとかっていうのを押すと、このなんか T ポイントってとこに飛ぶんですよ。で、T ポイントに登録しろって言われるので、まあ微妙なんですけどね。なので、自分の、ビジネスセンターの方から入っていただければなと思います。はい。こんな感じですね。ちょっとまとめてみますよ。はい。まずは、このビジネスセンターでビジネス ID を取って、ログインしていただいて、店舗編集ツールから編集するということですね。で、事前に Yahoo ロコに登録されてない方は、残念ながら今回は、残念ということです。で、検索した結果です。これ Yahoo じゃないです。Yahoo ロコで検索した結果のとこに出る項目が4つありますと。ここの、まあ、お店の名前は、まあ、これ共通ですけど、ここのジャンルね、これ Yahoo ロコ内の検索から引っ張ってきてると。3、キャッチコピー。そして写真。写真1ですね。ここのところをちゃんと最適化しようということ。そして、自分のページですが、やっていただきたいことは、まず外部サイトのリンクね、ここ絶対出るようにしていただきたいことと、写真をたくさん入れられます。30枚入れられるので入れていただきたい。そしてですね、口コミです。口コミを書く場所があるんですけど、口コミをですね、入れてほしいんですね。で、僕の口コミ、まだこれ0件なので、ぜひ皆さんよかったらですね、口コミを、ここのとこからですね、投稿できます。ここね、この、口コミってとこに行くと、投稿できるので、ぜひ口コミ書いていただきたいなっていうふうに思っています。ここね、口コミまだありませんなんですよ。寂しいので、今日の動画見てですね、役に立ったよっていう方は、Yahoo ロコに関しての情報を勉強になりましたとかでもいいので、ぜひですね、無料で提供しましたので、その、お返しというわけじゃないんですけど、お礼にね、投稿していただけるとありがたいなと思っています。こちらはかなり大事です。口コミね、ぜひ入れてください。はい。ということで、あとですね、このメニューとクーポンっていうのがあるんだけど、これは例えば飲食とか、美容系とかですね、一部の人しかまだ使えない感じになってるんじゃないかなと思います。はい。ということで、Yahoo ロコね、Google マップと同様にかなり大事ですので、最適化しておいていただければと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。
バイバイ。